国道123号終点茨城県三戸市、若松マ山頂目交差点国道123号は、栃木県宇都宮市から茨城県三戸市に至る一般国道である。茨城県日立大宮市町村土地に茨城の県庁所在地を結ぶ主要ルートであり、全線にわたって2車線が確保されるなど一定以上の整備状態にある。奇襲県の市街地を除けば、 主に農村地帯を通過する。また、宇都宮、水戸間の交通には、国道50号及び、栃木県道、茨城県道1号宇都宮か間線を用いる、ルートの方が距離が短く、こちらを利用する車も多い。起点から、栃木県羽賀郡益子町まで、栃木県道、茨城県道1号宇都宮か間線と、重複している。茨城県内では、 主に中川に沿って通っている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。現行の道路法に基づく二級国道として、初回指定された1953年では、千葉三戸線として指定されていた。1963年に一級国道51号への昇格に伴い、同日新たに指定された宇都宮三戸線に、裁判された。 水橋バイパス、栃木県羽賀郡羽賀町国道294号との、重複栃木県羽賀郡茂木町道の駅をもな、橋梁茨城県東茨城郡白里町国道121号との、分岐栃木県羽賀郡益子町を交差する道路の突起が、ないものは、指導、うどありがとうございます。